かぶせ茶の茶葉かぶせ茶かぶせ茶は日本茶の一種。かぶせ玉露、熱湯玉露という商品名で売られることもある。講義の煎茶に属し、製造方法は煎茶や玉露と基本的には同じであるが、栽培方法に違いがある。かぶせ茶は玉露や引き茶と同じく寒冷茶や藁などの遮光膜で茶の木を覆う服加によって栽培されるが、20日ほど、 遮光する玉露や30日ほどの引き茶と違い、被せ茶の遮光期間は積む前の1週間前後、多くは3日から10日ほどである。また、玉露や引き茶が大きな遮光膜をサイン全体に差し掛ける方式であるのに対し、被せ茶は茶の木そのものに直接遮光膜をかける。この遮光膜を直接木に被せる栽培方法が、被せ茶という名の由来である。 外して、煎茶と玉露の中間の栽培方法を取ると言ってよい。直射日光を遮って栽培するため、渋みのもとであるカテキンは、通常の煎茶より少なく、旨みのもとであるテアニンは多くなる。また、茶葉の色も煎茶より鮮やかになり、また被覆することにより、玉露のような多い光も発生する。味は、煎茶の爽やかさと玉露の旨みを合わせ持つ。 入れ方によってやや味が異なり、厚めの湯で抽出時間が短いほど煎茶よりの爽やかな味に、ぬるめの湯で抽出時間が長いほど玉露よりの旨味中心の味になる。抽出方法や湯の温度は、煎茶とほぼ同等で、70度から85度が適温とされるが、玉露のように冷ました湯で入れても良い。玉露に似た味で玉露より、はるかに高温で抽出できるために、 熱湯玉露の商品名が付けられたが、沸騰した湯で入れる深蒸し緑茶と違い、実際に熱湯で入れると味は落ちる。抽出時間も、煎茶のように厚めの湯で入れる場合は、煎茶と同じ、玉露のようにぬるめの湯で入れる場合は、玉露と同じで良い。煎茶、玉露、と、生産は平成20年度の農林水産統計では年間4220トンほどで、 日本茶生産量95,500トンの約4.4%を占める。県別の生産量としては、三重県が1,660トンと圧倒的に多く、かぶせ茶全生産量の3分の1以上を占める。以下、福岡県476トン、佐賀県447トン、奈良県410トン、鹿児島県362トン、長崎県309トン、 京都府170トン、静岡県132トンと続く。生産地としては、三重県の伊勢が著名で、中でも特に、四日市市水卓で生産されるものが著名である。主に、関西を中心とする西日本での消費が多く、関東では生産、消費ともあまり見られない。2008年、三重県の玉露の生産量が前年に比べ40倍以上になった。 から適載とするのに対し、三重県は直接シートかけて20日程度遮光した茶葉の、うち品質の高いものも玉露と認定し、従来被せ茶に当たっていた茶が玉露とされたことによる。これに対し福岡県、京都府、静岡県の生産団体が、消費者の混乱を招きかねず、従来基準通り玉露と、直接がけの被せ茶と、区別するべきと、反対した。 玉露とブセ茶の販売価格差は大きく玉露は 100g1500 から3000円で販売され、ブセ茶の3倍ほどという。農水省の2009以降の統計では、玉露、ブセ茶、天茶を一括で多い茶とし、多い茶については、近年増加している20日前後の直接被覆による栽培方法の扱いが明確化するまでの間、暫定的に玉露、 かぶせ茶及び天茶を一括して多い茶として表彰するとしている。ありがとうございます。